帯藩の資料が展示されている帯城歴史資料館と、日南市出身の外交官小村寿太郎の功績などを紹介する小村寿太郎記念館がリニューアルしました。この日はプレオープン。午前中から市民や観光客が見学をしていました。帯城歴史資料館は帯の変遷をプロジェクションマッピングの映像で解説。火縄銃や刀に触れることもできます。小村寿太郎記念館では町並み探訪ゾーンや日南を代表する郷土芸能太平踊りの特設コーナー、一本熊などと言われている寿太郎、小村寿太郎の生涯をまとめた映像には市民が出演協力しています。訪れた人は、よかったですな。まあ歴史をあれするにはやっぱ小津でないと、まあ、今の時代に合ったあれじゃないかなと。すごく立派になって、みんなに今小村寿太郎さんのことがこう分かってもらえるのはちょっと嬉しいなって思いました。この2つの施設は去年の12月から今年3月18日まで休館をして工事。事業費は約1億8000万円です。小村寿太郎記念館においてはですね、小村さんの意向をもっと功績を広く伝えたいと、また帯の楽しみというところをですね、あと町を散策しながら楽しめるようなリニューアルをしております。歴史資料館ではですね、もっと分かりやすく子どもたちでも楽しめるような、そういったふうにリニューアルしたので、市民の方々も来ていただきたいというふうに思っております。入館料はいずれも大人210円、小中学生は100円となっています。3月27日日曜日11時30分からリニューアルオープン記念式典と太平踊りの披露が行われます。